こんにちは、ゆるやま女です。2024年10月下旬、HIS の日帰りバスツアーに参加してきました。この日は新宿駅7時25分集合、7時40分出発です。HIS の旗が目印です。現地の地図と目印シールをいただきました。バスに乗り込んでいよいよ出発です。バスのステッカーのタイトルはびっくりするほど長いですが、八ヶ岳のハイキングを楽しむプランとなっております。この日は満席42名の参加でした。私はお天気と紅葉状況をチェックして2日前の申し込みでした。先に申し上げますと、このツアーは8700円食事なしのツアーです。どんな内容か気になりましたら、ぜひ続きもご覧ください。今回のバスツアーは女性2人組が多かったですが、中には私のようなお一人様の女性もたくさんいらっしゃいましたし、男性お一人様もいらっしゃいました。乗ってしまえば目的地に連れてってくれるこのようなバスツアーはとても楽ちんだと思います。私は山が好きなのでハイキングと紅葉が見たくてこのツアーに参加いたしました。八ヶ岳の大展望を拝めてテンション上げ上げです。出発から2時間弱で最初の目的地の清泉寮に到着です。ここで1時間のフリータイムです。レストランの営業が11時半からということでしたので、ジャージーハットというこちらの建物で軽食をいただくことにいたしました。さて、何をいただきましょう。お腹はそんなに空いていなかったのですが、この写真を見ていたらハンバーガーが食べたくなってきました。ソフトクリームも美味しそう。でもお値段を見てびっくり。900円です。テラスからは富士山と放牧されている茶色いジャージー牛が見えました。景色を楽しんでお食事にしたいと思います。ハンバーガーやホットドッグの種類がたくさんあったのですが、私はシンプルにオリジナルのハンバーガーにしてみました。飲み物はジャージーホットミルクです。ハンバーグがジューシーでとても美味しかったです。刻み玉ねぎとサウザンソースがこぼれるので食べるときに要注意でした。そして清里の名物ソフトクリームもいただきます。私は450円のソフトクリームをいただきましたが、とても美味しかったです。お土産にパンも購入いたしましたが、ここで一番人気のミルクパンがとても美味しかったです。集合時間は11時10分。私は少し早くバスの車内に戻りましたが、自分のスマホがないことに気づいて大慌てでした。急いでトイレに戻ったり、売店の方に聞いてみたりしましたが、スマホが見つかりません。添乗員さんに電話をかけてもらってもなりません。もう一度車内を見てきますと言って、バスの荷物棚を確認すると、お土産のパンと一緒にスマホが手前に置いてありました。どうして団体行動の日にスマホをなくすのでしょうか。私はだいぶ反省して、この後は肌身離さずスマホを持ち歩いていました。この後バスは1時間かけて走行し、私のお目当ての目的地、白駒の池に向かいます。バスの車内では飲食が可能でしたので、清泉寮で散策だけした方々は、お土産で買ってきたパンを車内で食べているようでした。バスの車内では添乗員さんが窓から見える景色や建物について解説をしてくれました。
12時過ぎに白駒池の駐車場に到着です。ここでも1時間フリータイムがありました。白駒の池は長野県北八ヶ岳のふもとの八千穂高原にあり、紅葉の名所として知られています。標高2100メートル以上にある湖としては日本最大です。池の周辺は緑の苔に覆われており、多種類の苔が生息する苔の森が有名です。私は4年前の8月に登山で訪れました。今回はバスツアーで1時間の自由行動の時間がありましたので、急いで池を一周することにいたしました。
バスはこの後最終目的地三社ヶ池に向けて約40分走行いたします。バスは2時過ぎに三社ヶ池に到着いたしました。添乗員さんがおしどり隠しの滝に案内をしてくれました。ここから10分ぐらい歩きます。おしどり隠しの滝は奥立品温泉郷の入り口にあり、大胆に落ちていく滝ではありませんが、階段状に流れ落ちていく滝が美しく、ひっそりと静かで神秘的な雰囲気のスポットでした。今回のバスツアーで巡った中では、この最終地点のおしどり隠しの滝が一番美しい紅葉でした。バスツアーでは有名なスポットだけでなく、このような隠れた名所にも案内してくれることも醍醐味だと感じました。ここに来れて本当に良かったと思います。三社ヶ池は標高1500メートルにあるため池です。水面にカラマツの木々が映るリフレクションが美しいスポットです。この日も風がなく、とても静かで美しい景色を見ることができました。ということで、各地北八ヶ岳のハイキングを楽しみ、東京に戻ることといたします。名残惜しいですが、バスに乗り込みました。バスの中では QR コードでアンケートを記入いたしました。日帰りバスツアーはほとんど利用したことがありませんでしたが、とても楽しかったので、また行きたいと思いました。各地の滞在時間は短いですが、バスに乗っているだけでいろんなところを巡れてリフレッシュができました。今回の動画はこれにて終了です。最後までご視聴いただきありがとうございます。